ズームイン ジョブ。皆さんこんにちは、アライダーです。本日のズームインジョブはキャリアカウンセラーのくるみさとさんをゲストにお迎えてお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。横浜で生まれて横浜の理想の方に立ちました。で、今はですね、2年前にキャリアコンサルタントという資格を取りまして、キャリアカウンセラーとして働いています。キャリアカウンセラーとは、どんなお仕事ですか？キャリアカウンセラーは、一言で言うと、お悩みの相談に乗る人です。みんなはこうどうしようかなって悩んだ時に、そのお悩みをお友達やご家族の方に相談しているのかな？それともこう秘密にして自分で考えているのかな？キャリアカウンセラーはキャリア、人生に関わることすべての相談に乗ります。でもどんなお悩みの相談が得意かどうかは人によって違います。例えばたくさんのお友達ともっと楽しく遊べるように解決してくれるカウンセラーの人がいたり、勉強のやる気が出ないなって時に、なんで勉強がやりたいんだろうって一緒に考えてくれるカウンセラーがいたり、みんなが将来お仕事をするときにはどんなお仕事が見つけるかなって、みんなのいいところを見つけてくれたり、いろんなカウンセラーの人がいます。例えば学校にも会社にもそんなカウンセラーの人たちがいたりします。カウンセラーの人たちはみんなのお悩みを聞いて、みんなが感じたこと考えたことを整理して、じゃあ次何をしていったらいいかなっていうのを一緒に見つけてくれる人たちです。キャリアカウンセラーとしてこれからどんな活躍をしていきたいですか？キャリアカウンセラーという職業をもっともっとみんなの身近な存在にしていきたいと思っています。今お悩みの相談に乗る人は世界中にたくさんいて、アメリカっていう国では歯医者さんに行くぐらいの感覚でカウンセリングに来てくれているみたいなんです。なので私は日本でもそのくらいみんなに身近な存在になれるといいなと思っていまして、でまずは自分の身近なお友達の相談になっています。キャリアカウンセリングを受けたみんなが笑顔になれるようにもっともっと頑張ります。子供たちに一言お願いします。自分の好きなことをお友達やご家族のみんなに伝えていってください。自分の好きなことで恥ずかしいことなんて一つもありません。好きなことを周りの人に伝えていくと、どん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 新しいお友達とつながっていくし、好きなことがたくさんあるとそれだけ選択肢が豊かな人生になっていきます。もちろんその好きなことっていうのは変わっていっても大丈夫。私も実は26歳でギターを弾き始めました。まさか自分がこの26歳になってまた新しい好きなことを見つけるなんてびっくりしたんだけれど、やっぱり好きなことって何歳で見つけてもすごく楽しいです。なのでみんな自分の好きなことに自信を持って毎日楽しく生きてください。ありがとうございました。